皆さんご機嫌いかがでしょうか。ダイハツです。鈴木です。さあ今日のですねデニム企画はですね1001XX を洗ってみたという企画となっております。はい。ちなみにこちらがですね私の1001XX になります。はい。で、所有期間が1年半で、多分ね2回洗ってんの今まで。1年半で1年半で2回で、もう今ね6ヶ月か7ヶ月ぐらい洗ってない状況。なるほど。結構あの鬼履きに入りますこれ割と。まあちょっと片足突っ込みかかってる。片足突っ込みかかった。早く洗ってほしいですね個人的には。まあね、不快だね。不快だね。このですね 1001XX を、まあ、こう未使用状態と、まあ、1年半ぐらい着用したというところで比較してみようっていうような内容ですね。はい。で今回の企画にあたってですね、実はあの私あの色落ちの未来予想図っていうのを鈴木さんに言われて書いたんですよね。はい。まあ未来予想図を、ね、書かせたってのは、うん、一つはねあの君のねデニムに対するその愛とか理解度をまあ確かめたいなと。うん、そういう風にね。でその絵を描くことによって、はい、まあ、個人的におすすめなのが写真とか現物を見るだけじゃなくて、うん、それをこう実際に絵にするってのは、うん、その見た目以上にそのデニムに対する観察力が上がるんですよ。そうだね。まあ、実際大変だったと思うんですけど。非常に大変でしたね。だからその観察するってのがやっぱそのデニム色落ちの醍醐味ではあるんで、うんうん、まあ、そこに焦点を当てた課題というかね、うん、それを君に課しました。なるほど、そういうことだったんですね。はい。ある意味なんか新しい色落ちの楽しみ方の提案みたいな感じなの。そうですね。特に最初のうち、うん、やっぱこのジーンズの色落ちにまだそんなにね、うん、経験がないうちはなった方がねいいと思うんですよ。実際に見てもう書くっていう新しい色落ちの提案だね。ぜひおすすめしたいと思います。そうです。さあ、それではですね、実際に私が描いた色落ち見てみますか。あ、はい。ちょっとまだ見てないんですよね。本当に見てないですからね。はい。こちらになっているんですけれども、ほう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 、これちょっとプレゼンしていいですか。はい。こういう感じに、色が全体的にですね淡くなるんじゃないかなと。まずちょっと今黒っぽいんだけれども、うん、よりこう青みがかる。なるほど。はい。で、あの左のポケットにですね私鍵を入れるので、ここの白いところがさらに浮き出る。そうですね。浮き出るのではないかと。ない。そしてやはりここのこれなんていうんですかね、ここの太ももの下の線ですね。まあ下がりひげって言うんですかね。下がりひげ、そう、非常にこれね私の顕著に出てるんで、はい、これがさらに出るんじゃないかなと。でこれが裏ですねと。はい。裏はよりねこのカリングってでしたっけ。はい、バックヨークの、はい、これがね非常によく出るんじゃないと。はい。でね、あのこれ33インチなんで、はい、あんまりねピタッと履いてないので、はい、膝裏の蜂の巣みたいなのねちょっと出ない。まあ比較的弱めとちょっとシワっぽくなるだけかなっていうところで、うん、まあこういう結構うまくない。結構思ってたより上手ですね。レベル高いでしょ。はい、わかりました。これがね私の今のところの未来予想図。はい、わかりました。さあそれでは実際に洗っていきましょう。はい。さあそれでは洗濯と乾燥は終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。まずはですね、はい、見洗い品との比較。なるほど。を行っていきたいと思います。はい。こちらが洗濯終わったものです。まだひっくり返してないんでね。楽しみですね。ここの瞬間が楽しみだったりするんじゃないの。知らないけど、カモン。そうと思いますよ。さあどうなっているか。ラララ。さあどうなった、うん、これだ。あら、どう。いや、これはね違うわ。ずいぶんずいぶんずいぶん。お前言ってた通りだね。次洗ったら結構落ちるよって言ってたよね。あー、だいぶこの1回の洗濯でのね差が顕著に
出始めましたね。やってきましたね。それではちょっとね、各パーツごとに見ていきますか。はい、そうしましょう。そうすると思ってるの、はい、やっぱさ、ボタンかな、ボタン、ボタンフライのとこ、あーと、ここうんが結構、まあ、チロチロになってきたね。まあ、普段よく触るところ、まあそうだね、落ちてくってイメージだね、うんうんうん、いいんじゃないかしら。いいと思いますよ。いいよね。はい、コインポケット、コインポケット、はい、うん、まあ普通のコインポケットの色、ちょっと特にあのトヨトヨって癖は感じられないですけど、あ、ただこのね、うん、あのリベットが変わったんですよ、前のと比べてね、うん、なんでなんか全体的な渋さってのはね、こっちの方が好きです、新しい1000インチの方が。なるほどね、うん、まあここはまあそうですね、まあまあこういう変化が起きましたよっていうのが。そうですね。続いてじゃあおまた、おまたですか、おまた見ましょう。こういう感じですね。うん、普通ですね、うん、褒めもけなしもしない。表はそんなところかな、まあ、うんうん、いいじゃない、ちょっとあなた大成長ですよ。大成長なんだね、うん、さあお尻見ます。はい、お尻もこれいいんじゃないの。これこの先生が前言ってた、はい、リベットですかね。あ、隠しリベットのとこ、そう、ここはね、はい、確かにもうちょっとこう、なんつうの、傷っぽくなると、そうだね、一気にこのまた雰囲気がね渋くなるのかな。いや、いいんすよ、ここが破けてくると超いい、やばいでしょ。いいね、いいね、はい、まあ、ポケット、まあポケットはこれあんま物入れないから、うん、あ、そうだね、そんなにこう何か跡がついてるっていうわけではなくて、うん、なるほどね、はい、まあでも全体的には私はね、はい、満足です。いいと思います。これまだ完成って言っちゃダメ。そうだね、中学を卒業した、卒業、卒業、中学を卒業した、中学をね、うん、義務教育が終わったから、これから君はまあ高校、俺高校と大学行かなきゃいけないの、これ。まあ別に中卒で働くっていうふうに、まあ全然それはもう君の次第ですよ。そう、俺次第か。別に学校に行かなくたって世の中一般に生きる術はいっぱいありますから。さあ続いてはですね、私の未来予想図との比較になります。はい、で先生、私これ色落ちを完成というふうに言いたいですけど、どうですか。完成、はい、高校行かせるとか言ったけど、うん、うん、まあ履くけど俺の中ではちょっと区切りがついたかなっていうか、うん、もうこいつはいいと。そうだね、これでいいかなと思うんですけど。死んだ方がいいね。死んだ方がいいんだね。死んだ方がいいね。これはね、どう、まあ、うん、色落ちはいいですよ。はいはい、色落ちもいいですし、まあ、観察の絵も悪くないですか。まあ、そこまで悪くないけど、お前これちゃんと描いたか。パッチ、まあ、パッチとか何も手加わってないように俺は見えるけど、 大手抜きしますね、これ。そうだよな、お前。そうです。お前分かるよな、パッチ色染めだってことは。存在はちゃんと分かってたけど、そうだよな、手抜いたよな、お前な。なで、よく見るとさ、裾のパッカリングもさ、はい、お前、前の方とかどうよ。そうだろ、やってないっす。分かったか、お前。ちょっとダメだ、お前。ダメだ、ダメだ、お前。全然ダメ。追試、追試ですもん。もう一本吐きなさい、1000インチ。なるほどね。2本目1000インチ。2本目1000インチ。まあ、とは言いつつもね、はい、まあ、言ってもまあ1年半育った、うん、育てたもんで、うん、まあ、今後もね、継続して履いていけば、おのずとも色落ちの様子ってのは、1回1回の選択で、目に見えるように変わっていくんで、うん、まあ、これからはまあ一番楽しい部分ではある。さらに変化が飛んでくるって感じだな。うん、そう。で、まあ、せっかく今熱があるんだったら、うん、で次の2本目、ぜひ買って、うん、まあ、それとね、一緒にこう、同時進行で楽しんでいくのも、俺は全然いいと思います。なるほど。さあ、そして我々の動画はですね、デニムを中心にファッション関連の動画を更新しております。興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ダイハツさん、はい、今回ジンズのね、絵に起こしてもらうっていうわけでやってもらったんですけど、うん、どうでしたか。まずは大変だったかな、初めての経験で、はい、これ描くの2時間ぐらいかかりました。
構かかる。結構やっぱりね、普段見るよりもよりじっと見た、より観察したっていうところでは、はい、なんかねジーンズ愛が深まったっていうか、なんか不思議な気持ちになったね。だからなんか新しい色落ちの楽しみ方の一つとして、はい、一回なんか絵に描いてみるっていうのはなんかおすすめなので、なんか皆さんもぜひねトライしてみてください。はい、それでは本日の企画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。